ました。今日はここ長岡駅から散歩してみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。本丸あと50円買ってきますか。ついてきました長岡城の50円ですね。これですよね。レモン橋で。お水タンクあげないから、ちょっとこう、担当しました。長岡駅出ました、大手口です。ここか、まず行く神社。ですね。ここか、次の目的ね。ここですね。この神社ってありますか。なんかすごいレリーフだね、これは。とりあえず行ってみましょう、長岡。今ここね、長岡城の一部、これしか残ってないですよね、ここ。長岡城本丸だと、これだけが残ってるんですよ。みんな駅に使っちゃったってことですよ、長岡城は。そして花火の町ですか、ここは。長岡駅があります。そして昔の長岡城、こんな風になったってことか。城内町方面とか大手通りとかここは本当に昔城なんだよね。あそこに土器があるじゃん、関連土器。土器の町でもあるのか、微妙なとこにあるな土器が。まずはマンホールカードがあるはずなんですよね。こっちっすありましたね。ちょっと行きましょう。なんかすごい空間になってるな、ここは。すごいっすね。あそこにもある土器が。すごい。ここに二の丸があったんですね。二の丸跡ですね、ここが。城内稲荷神社ですね、ここ。大手通りっすね。ここ結局長岡城っていうのはないんですよね。みんな駅の場所になっちゃって、城は絶対もう開いちゃいましたからね。帽子に強いですよね。杉之助さんが最後出てく時に結局破れたからですね。破れたところの城なくなっちゃうところですね。悲しい歴史ですね。神社ありましたね、中田神社。神社ちょっとお参りしましょう。はいはいはい、神社でございますよ。神社この神社お参りしましょう。ですね、無事なんですかね。さて、水がありますね。ですね、ゆなぎのお菓子っていうのはこれ、こちらを買いました。これで1200円ぐらいしますかね。値段ですよ。仮店舗のこちらで買いました。さあこのアーケードを抜けて先ですかね。あるのは
長岡空襲空爆中心点の日、もう空爆があったってことですか。そして山本記念公園、山本五十六でしょ、ここは。そこに河合次の記念館、180メートル中心、中は取れないんで私がじっくり代わりにじっくり見てきます。博物館気はそうですね、映像は撮れませんので。あそこだ、あの旗が立っているところ、あそこですね。ありました、ありました。次のスカー記念館ありました。こちらになります。こちらですね。どうした、河合次之助さん。さあ河合さん、あなたに会いに来たよ。じっくり学ばせてもらうよ、記念館で。じゃあ行ってきます。河合さんが言いますね、学問というものは実行しなければ何の役にも立たないものである。まさにその通りじゃないですか。普段は学んでるだけでは何もないんですよ、実行あるのみです。ああ、素晴らしいですね河合さん、ね、有言実行だよ。学んだことをすぐ実行する、それがないんですよ今の世の中。忘れてるだけ、ただ忘れてるだけ、しかも何のために学んでいるかもわからない。こんなじゃダメでしょ。河合さんがいたら今の世の中はどう思ってるんでしょうか。ではまだ時間がないので山本さんの資料館も行ってみます。そして別の動画でお届けしますが、只見の可愛さの資料館、この後向かいたいと思います。可愛さんが亡くなった場所です、終焉の地、そちらも訪れたいと思います。さあこちらですね、山本五十六記念館。これは江戸時代から遡って、この人はもう昭和の人ですからね、戦争の人ですから、こちら行ってみたいと思います。じゃあ行っていきたいと思います。こちらもまた見ていきたいと思います。さあ行ってまいりました、山本五十六記念館。なんかね、考えられますね、正義と慈愛の人です。まあ戦争反対したけど結局軍人ですからね、結局はその軍を戦いを指揮しちゃったですね。勉強はいっぱいしたんでしょうね。あれもいいっすね。これですね。山本さんの成果、そういったところ。山本記念公園ですよ。ということで今日は長岡駅から散歩しました。神社を巡り、有名な和菓子を買って、河合さん、山本さんの記念館を巡りました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。